未完城石大熊朝州は、戦国時代の武将、越後上杉氏、ついで海、武田氏の重臣、越後国名角引き軍未完城主、室町時代の干渉4年、越後守護上杉坊邸の軍が、信濃の高梨聖高を攻めて敗退するという戦いがあった。この戦いは、高梨氏が京徳の乱で、小学坊、足利重氏を支持していたのが、 最大の原因ではあるが、直接の原因は、高梨氏が、高井軍の大熊里と,と、新野坊を横領して、領主の大熊氏と新野氏を追放したのが原因とされている。片桐明彦は、上杉家臣の大熊氏と新野氏は没落した領主の子孫であると推定している。大熊氏は、父の正秀の代から越後守護上杉氏の単戦収納を務めていた。 父の正秀の活動は、協力年間に途絶え、この頃に朝州への家督継承があったとみられる。朝州は、父と同様、上杉家中において単戦方などの養殖を務めた。越後守護上杉氏の滅亡前後から守護代長尾氏に、使え、後長尾景虎の擁立にも尽力し、その家臣として重きをなした。工事2年。 上野家なりと下平吉長との領地争いをきっかけに、家中内の派閥対立が激化した。争いに嫌気がさした長岡家虎の出家騒動が起こると、朝州は上杉氏と敵対する海国の武田信玄に内通して反旗を翻し、越後に侵入した合図の足名森氏と交渉し、同年8月23日、越中一行一騎税を引いて、 越中国から越後へ攻め入った。謙信は、上野家成と、正田忠賢らを派遣した。朝秋は、首木軍駒返りにて家成に敗れ、越中に逃れた。永六六年、武田信玄に招兵され、不代画廊の山形正影の寄り木となった。やがて信玄の直心として取り立てられ、足軽大将騎は30騎足軽75人落ちとなった。 勝頼の時代になってもその地位は揺るがず、とうとう御子山城代に任じられている。天正10年3月、公衆制抜において、多くの重臣が、織田信長、徳川家康へ願返る中、最後となる天目山の戦いまで勝頼とと共に行動して討ち死にした。武田家への恩に報いた形となった。子孫は、真田家に仕え存続した。未完城後に残る。 鎧イ戸、新潟県上越市田倉区片桐明彦、某田氏の一族と、家臣、初州、黒田元木編著、シリーズ、中世関東武士の研究第22巻関東、上杉氏一族 ISBN978 から4から8640326982018年、P249 から251。ありがとうございます。